放送時間は少しずつ減っているものの、毎日ニュースが入ってくるのがウクライナ情勢だよね。ロシアはいつになったら退くんだろ。ロシアのウクライナ侵攻に刺激を受けたのか、日本でも防衛に関する話題が多くなってきたようで、国会でも議題になることが増えたよね。マスコミがあまり取り上げないのが不思議だな。軍備を整えるためには先立つものが必要だし、それは国民の税金だというのに。そうだね。その軍備に関してだけど、防衛省はロシアのウクライナ侵攻を、鹿児島県の小さな島、馬毛島の重要性を強く訴えている状況になっているね。さて今回は、この馬毛島基地工事予算35億円について、詳しく解説していくよ。それじゃあ行ってみよう。鹿児島県西之表市の行政区域にある馬毛島。この島の自衛隊基地整備計画と、アメリカ海軍の空母艦載機陸上離着陸訓練移転計画に関する、環境影響アセスメントの準備書についての説明会が、2022年5月10日種子島の西之表市で開かれたよ。この説明会は九州防衛局熊本防衛支局が事業に伴う、環境影響アセスメントの準備書の初めての説明会として開催したものだね。馬毛島周辺の自治体における航空機騒音や島の生態系への、影響についての予測などの報告、参加者との質疑応答が行われたんだ。防衛省側からの説明は45分で、同省が実施した環境への影響予測調査の結果や、環境保全措置についての概要が説明されたんだって。それに対して質疑応答が行われたんだけど、説明会場には、基地建設反対派が押しかけていたので時間は長引き、40分の予定が2時間にも及んだみたい。説明45分に質疑応答40分というのは短いような気がするんだけど、公的機関の説明会はこういったものなのかな。というより、余計な質問を拒否するために短くしているのでは?と感じられるものもあるな。この説明会に出席した西之表市の大平和夫副市長は、防衛省の説明と、市民からの意見を聞きに来ましたという発言だけで、アセスメント準備書の内容についても、防衛省側からの説明についても名コメントだったんだって。基地整備反対の立場を表明している矢板市長は欠席だったらしいよ。この説明会は西之表市の他にも開催される予定で、中種町、南種町、南大隅町、屋久島町の4町が会場になっているんだ。アセスメント準備書については5月19日まで鹿児島県庁や西之表市役所など、鹿児島県内の9カ所、九州防衛局のホームページで縦覧できるようで、6月2日までは誰でも熊本防衛支局に意見書を提出できるそうだよ。アセスメント準備書説明会と並行して、防衛省は地元漁業協同組合に、基地整備資材などを陸揚げする馬毛島の東側の葉山港の海底土砂除去の浚渫工事の計画について、5月10日漁業組合の理事会に職員が出席し非公開で説明を行ったみたい。馬毛島葉山港の浚渫工事問題については、漁協の組合員も使用している。葉山港の水深が浅いこともあり、船が座礁する恐れがあるから。漁協が西之表市を通じて防衛省に工事を要望していたものだったんだ。基地建設に反対姿勢を示している矢板市長もこの件については、異存はないと浚渫工事に同意するという回答を提出しているよ。ネット上では自衛隊基地整備に反対しているのに、港の浚渫工事は、してもらおうというのは調子が良すぎるという批判の声が上がっているようだな。もともと港の水深の浅さに漁協組合員が要望していたのに予算の問題で対応できなかったのか。防衛省の方が先だったので渡りに船だったのかはわからないけど、いずれにしても双方が使用するわけだからね。5月11日、防衛省は漁協組合員に対しての説明会を開く予定ということだよ。馬毛島への自衛隊基地建設とアメリカ海軍空母艦載機陸上離着陸訓練について、以前から反対姿勢を示している鹿児島県の地方紙の、南日本新聞が市民団体を担いでネガティブキャンペーンを展開しているみたい。これまたネット上の意見だけど、種子島の住民すべてが基地整備反対のような印象操作をしていると批判しているよ。この南日本新聞は前身は鹿児島朝日新聞で、自衛隊やアメリカ軍に対する姿勢は、沖縄タイムスや琉球新報と同様、反アメリカ軍、反基地で、馬毛島だけでなく、鹿児島県の海事鹿屋基地でのアメリカ軍の無人偵察機 MQ-9 リーパー配備、宮崎県の空自ニュータバル基地へ配備予定の垂直短距離離着陸機、F-35B ライトニング2の騒音問題などについても反対姿勢を示しているんだ。この度の西之表市でのアセスメント準備書説明会の記事でも、計画反対派がアメリカ軍機が種子島上空を飛行する可能性があるのかと質問したのに対し、防衛省側は稀にはあるかもしれない。今後はモニタリングをしながら対応していくと回答したみたい。
年一回報告書を公表していくと答えたと報じつつ、これについての計画賛成派市民と、反対派市民の意見を併記していて、紙面の大きさは別として、両論併記は読売新聞や産経新聞でもやっているね。計画反対派70代無職男性の意見として防衛省は市民の疑問点に正面から答える説明はせず、法律通りに手順を進めているに過ぎないと思ったと紹介したよ。一方で、計画賛成派で商工会の50代男性の意見は、基地建設後も予測調査通りに行くのか不安。でも国を信じるしかないと記載しているみたい。商工会には基地整備に対する補助金が入るはずだよね。ああ、その商工会員でも不安を感じていると、紙面から読み取れるように書いている、つまり情報操作の匂いを感じるという声もあるようだな。それだけでなく計画に反対する市民の発言が目立つとして、航空機騒音や生態系の影響予測について不信の声が噴出したとも示しているんだ。しかし説明会の様子を流したテレビニュースなどでは不信だと言っているのは、一部の参加者だけで、最初から抗議ありきの姿勢でいること、その態度から俗に言う市民団体メンバーではないかと推理されているようだね。南日本新聞によると、九州防衛局熊本防衛支局が4月中に契約した。基地関連工事は計7件計435億円を超えたと5月9日に公表したことを踏まえ、それだけですでに2021年度の契約総額をオーバーしたという記事も発信しているみたい。馬毛島の敷地造成工事では、鹿島と御用建設に加え西之表市の藤田建設工業の3社による共同企業体が332億円で落札し契約を結んだとのことで、2022年4月26日から2025年5月までの工期と発表しているよ。防衛省は工事に必要な部材は島の外で製造し、アセス評価書公告後に着工。アセス後には速やかに整備の準備に取り掛かり、2022年度予算には、3000億円超の整備費を計上、執行を目指すと発表したと報道しているんだ。気になるポイントで、報道の中の工事に必要な部材は島の外で製造、という表現があるんだけど、種ヶ島の外から部材を持ち込むという意味に受け取れるから。種ヶ島にはメリットはないと感じてしまうかもしれないね。しかし防衛省九州防衛局の入札契約状況調書には、工事に必要な部材製作については、鹿児島県西之表市馬毛島の当該で実施とあるんだ。また、工事は環境影響評価書の公告後に鹿児島県西之表市馬毛島の島内において実施ともあるよ。南日本新聞では防衛省側が工事執行を前提とした入札、契約をスタートしたというニュアンスで伝えていると感じる人も多いようで、情報操作していると指摘する声も上がっているようなんだ。工事に必要な部材に関しては新聞も調書も言っていることは同じと思うよね。防衛省では、工事の開始はあくまでアセスメント評価プロセス終了後と言っていて、岸防衛省も環境アセスメントの手続きを、円滑かつ速やかに、できる限り早期に施設整備に取り組んでいくとしているから、アセスメント評価の公告は工事着手の前提条件ということは明言しているわけなんだ。ロシアのウクライナ侵攻に世界の目が注目されている隙を狙ったかのように、5月に入ると東シナ海、南シナ海、フィリピン海などの、西太平洋地域で中国軍が活発に動くようになっているよ。例のごとく尖閣諸島周辺でも中国海警局艦艇の動きが過激化していると伝えられる状況だから、馬毛島の基地整備は喫緊の課題という声が大きくなっているようだね。それじゃあ今回はこの辺で。よかったら、チャンネル登録、よろしくね。それじゃあ今日も雑学行ってみよう。待ってました。今日はお弁当にタコのウインナーが入る理由について解説するね。お弁当にはタコの形をしたウインナーを入れることが多いけど、これは母親の子供への思いから生まれたものなんだ。タコの形をしたウインナーを日本で最初に考案したのは、料理研究家小美智子1920-2002年だとされているよ。美智子は、子供の頃に食が細かった次男の小つぐるのためにタコのウインナーを作ったんだ。1953年生まれのつぐるは幼稚園に通うようになった頃、食べるのが嫌いで痩せ細っていたんだ。母の美智子はそんなつぐるのお弁当を作るときに頭を悩ませていたんだ。つぐるの唯一のお気に入りは卵とキュウリのサンドイッチだったんだ。そのサンドイッチのお弁当のおかずにウインナーを入れてみたんだ。当時のウインナーは赤色のものが主流で、皮が硬く、ツルツルして箸で掴みにくかったんだ。美智子はそんなウインナーに切れ目を入れて、食べやすくしたんだよ。その結果として、切れ目が入った赤色のウインナーはタコの形になったんだ。こうしてタコのウインナーが誕生したのは、つぐるが5歳の時、1959年のことなんだ。そして、現在ではタコのウインナーはすっかりお弁当の定番のおかずとなったよね。ちなみに美智子の妹岸朝子1923-2015年は料理記者であり、
1968年から雑誌栄養と料理の編集長を10年間務めたんだ。試食の際のイシューございますという表現でも知られる朝子は、タコのウインナーは姉の正美紀子が生み出したものだといろいろなメディアを通して伝えているよ。以上、今日の雑学でした。最後まで見てくれてありがとう。ありがとう。